続いてはこちらベリーロープになります。こちらは全身のストレッチやスイングの練習にも役立つアイテムになっています。ではこのベリーロープをまずかかとに装着します。かかとに装着したら踏んでそのまま立ち上がってください。そしてもう片方を両手で持ち背中から引き上げます。でこの上げて下ろす、上げて下ろすの動作を繰り返してください。そうすることによって全身のストレッチが可能になります。この運動をすることによって体全身のストレッチができてストレスフリーな状態になると思います。続いてこのジェリーロープを使ってスイング練習を行いたいと思います。次はつま先に装着します。つま先に装着したらそのままアドレスの状態を作ってください。アドレスの状態を作ってテイクバック、バックスイングをしていきます。もう一回いきます。テイクバック、バックスイング。この引っ張り合いが起こることによって体の体幹のトレーニングになります。体の体幹トレーニングと自分のスイングプレーンの位置に上げることができます。これを今度は右足に装着することによって左右対称練習することができます。そうすることによってバランスのいい体作りと自分の綺麗なフォーム作りにつながるので皆さんやってみてください。